最近なんか本並さんが玄関に迎えに来るスピードがめっちゃ遅くなったんですけど、キーパーめっちゃおすすめです。結婚した時よりももっと好きかもしれない。夫婦で CM やりたい。マイナビニュースをご覧の皆さん、丸山桂里奈です。そうですね、前にたくさん人がいた時ってことですよね。なんか前回がウェディングの時で、あの時本当にリモートというかネットで皆さん見てくれるって感じだったんで、なんかその時もその時で本並さんと一緒に歩くことができて綺麗になりましたし、今日は今日で本当になんていうんですかね、本当にこう知り合いがいないんですよ。いないんだけど、みんなこう知り合いの人なんじゃないかなってぐらいすごいたくさん声援をいただいて、全部こう毛穴に吸収しました。なんか皆さんのこう声援が嬉しかったという、はい、初めて来たので、なんか自分では最初なんか似合うのかなとか大丈夫かなと思ったんですけど、意外に周りの評判は良くてですね、なんかこんなこと自分で言うのもあれなんですけど、なんかいつもの自分というよりかは本当にこうなんていうの、ボディをこうアップしてもらってるんで、なんかちょっと気分もやっぱ全然違います。いやすごい、もちろん毎日結婚してからそんなに変わらず仲いいんですけど、最近なんか本並さんが玄関に迎えに来るスピードがめっちゃ遅くなったんですけど、いつも帰ると迎えに行く、いつもそうです、そうです、ジョギングで迎えに行くっていうのが最初に家にいる方がやるっていうので、私はもう車の音で分かるんですよ、帰ってきたのが。でも本並さんも全然、なんか最近なんか前までジョックだったのに、最近歩いてスンスンってくるから、ちょっとそこの変化はちょっと感じてるので、ちょっと直したいなという、直したいというか、愛がなかったら結婚してないんで、徐々にやっぱりこうカップルとかこう付き合ってた時とはまた違う愛情がどんどん芽生えてきてるんで、結婚した時よりももっと好きかもしれない、はい、そういう感情はありますね。でも背後はやっぱ守ってくれるんで、背後にずっといるというか、この前にはあんまり行かないので後ろについててくれるから、私もともと人間ってこう背後がノーマークじゃないですか。だからそれがやっぱり生きてる中で怖かったんですけど、本並さんと一緒にこう夫婦生活をしてた時に、歩いたりとかする時にいつも背後にいてくれるから、そういう安心感はやっぱキーパーなんでめちゃくちゃあります。キーパーってだけで違いますよ、これ本当に。キーパーめっちゃおすすめです。いろいろやっぱりやってみたいです。だから去年だとなんかアフレコとかもやったし、ナレーションもやらせていただいたし、解説もそうですけど、やっぱそれは引き続きやりたいですし、そうですね、あと夫婦で CM やりたいです。なかなかやっぱり CM ってなんかないですもんね、あんまりやらないので、そういう夫婦で出る仕事ももっとやりたいなって。やっぱり3年目で危ない、なんか離婚されるっていう言葉があるので、とにかくその離婚をされないようにお仕事だけじゃなくてプライベートも充実させたいなという、なかなか本当すれ違いでお仕事してるんで、お互いだからあんまりこう本当に夜の晩酌ぐらいでしか一緒になんないんですよ。だからなるだけこう、そうですね、一緒にいる時間も作りたいし、それだったらプライベートじゃなくてお仕事で一緒になれたら一番手っ取り早いんで、そうですね、そういう感じがいいかなって。